amazing grace, how sweet that sound. あ、変わった。気持ちいい。聞こうな。はい、行きます。はい、皆さんこんばんは。こんばんは。はい、いよいよやってまいりました。今週からスタートする新番組ということで、キコーナチャンネル土曜スイタ&神津島店 HG 対決、薄いところはやめておけということで、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、キコーナチャンネル、これまでね、月曜日から金曜日までお送りしてきたんですけれども、この度土曜日が新たに、追加されまして、はい、キコーナスイタ店と神津島店がコラボレーション放送ということになりましたけれども、はい、はい、じゃあ自己紹介、じゃあ最初していただいてもよろしいですかね。今週は一応キコーナスイタ店の方からお送りするという形ですので、はい、スイタ店の店長、はい、自己紹介をお願いいたします。キコーナスイタ店の店長をしております、はい、店長のモジャです。はい、モジャ木本店長、はいはい、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。はい、で今日はそのスイタ店に乗り込んできた、はい、神津島、はい、店長、自己紹介をお願いいたします。はい、あのキコーナ神津島店店長の斉藤と申します。はい、ふさ斉藤さんですね。はい、ですね、大丈夫ですか。ふさ斉藤店長ですね。よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ということでね、このお二人、もじゃ木本店長とふさ斉藤店長のお二人がですね、はい、スイタ VS、おプツプツっぽい、大丈夫、スイタ VS、神津島ということでお送りしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、プツプツっぽいね、ちょっと大丈夫、聞こえづらい、音がおかしい、あ、僕は全然大丈夫ですよ。大丈夫ですかね、はい、なんか放送の音がちょっともしかしたらおかしいのかもしれないですけど、大丈夫ですかね。はい、はい、じゃあしばらくはこのままでやってみましょう。はい、はい、ということでですね、この毎週土曜日はですね、スイタ店とキコーナスイタ店とキコーナ神津島店を、週替わりで交代しながら、パチスロ対決を行っていくという企画なんですけれども、はい、今週はスイタ店からですね、はい、はい、お送りして、来週はキコーナ神津島店の方からお送りするという企画になっておりますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、放送大丈夫だけど、開幕プツプツだった、音が切れている、あ、今も切れてるのかな、ちょっとトラブってるのかな、大丈夫ですか、木本、もじゃ木本店長の美声が届いてない感じですかね。はい、プツプツって言われてたんで、はい、ちょっとあの、ふさ店長の顔がなんかブツブツなんかな、はい、あ、顔がブツブツっていうね、はい、突っ込まれてますけど、大丈夫ですかね。そういう風に僕思ってたんですけど、はい、あ、すみません、申し訳ございません、すみません。今切れてるのかな、ちょっと待ってくださいね、はい、じゃあちょっとどうしますかね。じゃあ2人でちょっと、こっちは微声聞こえてるよ、あ、大丈夫みたいですね。ありがとうございます。このまま、すいません、ありがとうございます。じゃあ、はい、じゃあしばらくこのままね、やらせていただきたいと思います。申し訳ございません。はい、はい、ということでですね、パチスロ対決なんですけれども、はい、この対決、薄いところはやめておけということで、まあ、薄いところが大嫌いなお二人にですね、頑張ってやっていただくという形なんですけども、スロットなんでね、プレミアありますよね、いわゆる確率がかなり薄いやつ、はいはい、でその薄いところを引かないように、多く大当たり ART、AT に入れていただいた方が勝ちというルールになっております。そうですね、はい、で、はい、一応ルールですね、大当たり、ボーナス、あと AT、ART に1回入るごとに100ポイント、はいはい、加算されていきます。でこちら、はい、ありますんでね、はい、あ、そう、持っていただいて、はい、100ポイント入りますんで、最終的に多い方が、ポイントが多い方が勝ちという、ね、はい、ルールになっております。出玉ではありません、大当たり回数とボーナス AT で当選回数という形で、ね、計算していきますので、よろしくお願いいたします。はい、で、薄いところはやめておけということで、薄いところ大嫌いなお二人ということで、プレミア、まあ、いわゆるフリーズとかですね、かなり珍しい貴重なやつを引いてしまうとマイナス1000ポイントとなってしまいますのでね、注意していただければなと思います。はい、本日の機種、ホームグラウンドチームのスイタ店選んでいただきました。機種は今日は何でしょうか。今日は寝台のシティハンターを、はい、はい、寝台オリンピアのシティハンターでね、対決していただこうという形になっておりますけども、はい、シティハンターの薄いところをこんな感じでご用意させていただきました。こちらご覧いただきましょう。シティハンター、今回の薄いところということで、ゼロゲーム連ワンホールショットフリーズ、
こちらゼロゲーム連でね、バンバンバンって150、150、100みたいな感じで、ゲーム数上乗せするやつがあるんですけども、かなり貴重なやつですね。それ乗せて出していただくとダメ。あとボーナス超広角ゲットワイルド、おなじみの曲に乗せて流れる超広角ゾーンありますんでね、そこはやめてください。はい、はい、ストーリーリーチ市場の愛、こちらもねプレミアなんですけれども、香りと量がですね抱き合ってもあーってなるやつですね。これを引いていただくとまあこれもプレミアなんですけど、すべてねこれ非常に貴重な演出になってるんですけども、すべて出していただくと薄いという理由で、マイナス1000ポイントになりますんで、ね、はい、はい、薄いところが大嫌いなね、お二人ぜひねこの辺は注意していただければなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、ちょうど見たかったからええなって言われますけどねはい、でさらにですね、まあ、そうやってねマイナス1000ポイントばっかり用意してるわけではございません。月刊賞用意させていただきました。この番組はですね、吹田店と神津島店の店長が2人がね対決していただく企画なんですけれども、1回の放送で何ポイントを差がつこうがいいんですけども、1ヶ月間だいたい多分4回ぐらいの放送になると思うんですけども、そうです、ね、はい、4回の放送でトータル3000ポイント以上の差をつけて勝った店長、なんと高級育毛剤プレゼント、ありがとうございますで5000ポイント以上の差をつけて勝った店長にはなんと2000本植毛券をプレゼントしますでさらに1万ポイント以上の差をつけて勝った、大差をつけた凄腕店長には最高級ヘッドスパ付き豪華海外旅行をエンデックの方からプレゼントしたいと思いますので、ぜひね、頭髪をいたわるために頑張って差をつけて勝っていただければこのようなプレミアが待ってますんで、ちょっと気合入りますね、はい、頑張って勝っていただければなと思います。はい、はい、よろしいですか。はい、はい、ということでね、じゃあ頑張っていただければなというふうに思います、はい、意気込みじゃあちょっと最初に聞いていきますか。どうですか、もじゃ木本店長、今回ホームグラウンドで自分が選んだ騎手ということで、まあ、正直、はい、プライベートはむちゃむちゃ打ちに行くんですが、はい、買った試しないんで、え、買った試しがない、はい、だからちょっと薄いとこも引かないですけど、はい、普通にボーナスとかも引けるのかなと、あ、ちょっと不安ですね。微妙な感じということでね、はい、あ、頑張って、でも、はい、気合は十分です。なるほど、まあね、あ、罰ゲーム言うの忘れてましたね、一応ね毎回毎回の放送ごとに罰ゲーム一応用意させていただいたんですけども、はい、どうしますか、ちょっと見ていただきますか、はい、はい、この感じでね、罰ゲームはですね、勝った方が負けた方の店長の髪型を自由にできる権利ということでね、そうですね、はい、苦痛ですよね、はい、スーパーハードスプレーとかですね、はい、ハードジェルとかですね、はい、ワックスとかですね、はい、あとまあなんかカチューシャとかね、可愛らしいのいろいろあったりとかですね、はい、あと後ろの方にですね、なんかねこれね、ウィッグとかありますんでね、はい、ウィッグに反応してますけどね、斎藤店長が斎藤店長がやたらウィッグに反応してますけどね、勝てば相手の頭を自由にできるというね、はい、形になっておりますので、ぜひね、はい、頭を蹂躙されないように頑張って勝っていただければなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあふさ斉藤店長、はい、意気込みの方は増やします。はい、ポイントも紙も増やします。ポイントも紙も増やすということでね、はい、わかりました、気合い十分ということで、おお大丈夫ですかね。はい、じゃあお送りして、それバリカンないやんって言いますけどねバリカンはさすがにないですけどねやりましょう、はい、それも、おーやりましょう、はい、何ですかこの即答具合、よくわかんないですけど、じゃあやりましょう、次回用意しておきますんでねはい、わかりました。じゃあ早速打っていただく感じでよろしいですか。はい、そうですね、はい、それではお席の方によろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。はい、どうぞお願いいたします。ちょっとプツプツしてるんだけどいけんのかな、映像どうですか、ちょっとカクカクしてます、どうぞ。どちらでも、どちらも大丈夫です。同一設定ですか。大丈夫です。大丈夫ですか。大丈夫です。大丈夫です。じゃこっち行ってきますね。はい、大丈夫です。大丈夫です。はい。はい、ということでね。よし。シティハンターということで、お送りしております。大丈夫。あ、じゃあこれでね、行かせていただきます。なんかブツブツしてるような気もしなくもないですけどね。大丈夫ですかね。はい、はい、ありがとうございます、はい、それでは、じゃあこちらのカメラに向かってね、シダ開始の合図をさせていただきますので、気合い入れていただくということでよろしいですか。こっちですね、はい、こちらのカメラに向かって、ね、はい、お願いいたします、はい、はい、それではキコナチャンネル土曜吹田店 HG 対決、薄いところはやめておけ、オリンピアシティハンターで対決していただきたいと思います。それではシダスタート、ウェーイ、
はい、よろしくお願いいたします。さあやりましょうか。はい、お願いいたします。さあということでね、店長同士が対決するという企画で、今回実現しました。スイッタ VS 神津島という形になっております。キコーナチャンネルね、新たに土曜日に、参戦することになったキコーナスイッタ店、キコーナ神津島店のね、2店舗で対決企画というような形になっておりますけども、はいはい、あ、字幕が逆ですね、ちょっと待ってくださいね。はい、こちら、向かって右側が神津島店長、房斉藤店長ですね。で左側が、ホームグラウンド、スイタ店長、スイタのモジャー木本店長ということでなっておりますんでね、はい、ぜひ頑張っていただければなというふうに思います。さあ、あ、シティハンターは寝台で、何日オープンでしたっけ。すいません、もちろん、あ、シティハンターの導入は 何日からオープン。6日でしたっけ。8日ですね。あ、8日から、はい、キコーナスイッタ店では、はいはい、オープンしているということで。そうですね、はいはい、台数は何台ありますか。全部で5台ですね、はい、5台、はい、結構入ってますね、はい。まあ、まだ寝台なんでね、お客様の指示というか、あの反応という感じではどうですか、店長。いやー、ちょっと朝一から結構満台になるような状態ですね。あ、そうですか、はい、だからもし打たれたい方は朝一からどうぞ、はい、あ、朝一から目力目力でね、やっていただいてありがとうございます。これ斉藤店長の方もちょっと寄って、こんな感じかな。あ、大丈夫ですよ、すいません、はいはい、こんな感じでよろしいですかね。ちょっとプライベートでも売ってないんでね、はい、よくわからないんですよね、これ。あ、ゲーム性がよくわからない、はい、なるほど。シティハンターね、ちょっと待ってくださいね、オリンピアの寝台ということで、はい、まあ、売りとしては疑似ボーナスと AT で、出玉を増やしていく、機種になっているんですけれども、はい、疑似ボーナスの確率がね、かなり軽めというのが一応売りというような形になってますね。で、まあ、そこから AT に入れることができれば、あ、出玉がこう跳ねるのではないかというような機種になってます。純増が 1ゲームあたり 2.7 枚でしたかね、だと思うんですけども、ね、はい、はい、なってると、まあ、いわゆる今時の高純増 AT 機というような形になっております。なるほど、はい。あ、昨日もシティハンターだったねということでね、そうなんですよ、昨日もね、あのスイタ店じゃないわ、サイト店、茨城サイト店ね、急遽シティハンターしようって話になってシティハンターさせていただいたんですよ、はい、はい、すいません、いえいえ、はい、全然、いや、シティハンターでもね、見たかったっていう人結構多かったんで、あ、よかったです、はい、今日もいいんじゃないですか。ありがとうございます、はい、さあ、もう房斉藤店長チャンスと出てますけど、どうですかね、どうですか今見た感じは。お、さあトラップ避けることが、あと、モジャ店長の方も今3回目の疑似連ですかね、赤 XYZ 赤まで行きましたけども、行きましたね、はい、どこにある、なかなか熱い状態ですか。あ、もう当たってるんじゃないですか。当たってる、あーと、あーと、お見事、あ、まだか今大当たりって出たかと思ったんです。演出に行っただけですか。そうですね、なるほど。さあ対決、サイバリオの攻撃が多いほどチャンスという感じですけどもね、敵の攻撃が多い感じですが、どうでしょうか。あーっと、残念。あ、全然ダメ、残念ということでああ、疑似さんからでも外れちゃうんですね、やっぱりね。そうですね、あ、厳しい。でもこの後もチャンスとかそういうのはないんですかね。そうですね、なんかあっさり夕方だったんですけど昼間に戻っちゃいましたね、はい、これチャンス目。おっと、そうですね、それチャンス目ですね。斉藤店長、ちょっとマイクちっちゃいですか。喋ってもちょっと喋ってもらっていいですか。あれだいぶちっちゃいな。聞こえます。
これぐらいにしますか。はい、ちょっと喋ってもらっていいですか。はい、失礼しました。こんな感じでね、じゃあお送りしたいと思います。まあ飲み対決酔わせろですけども、どうだ。あー、りょうちゃん残念ということで、さえこにはなかなか勝てないですね。でもね、これ斉藤店長、あれプライベートでスロット打たれたりとかするんですか。いや最近は打ててないですね。最近打ってない、はい、一番最後に打ったのはいつぐらいなんですか。じゃあ年末に窓まぎですかね、はい、ああ年末に窓まぎ。勝ちましたか負けましたか。勝ちました。お、勝ったんですか。はい、お、それ自信満々に言うってことは結構大きく勝ったって感じですか。いや、そ、うーん、まあ、ちょっとだけですね。お、ちょっとだけ2000円ぐらいっす。あ、2000円ぐらい2000円ぐらい、本当に微妙な感じですねちょい勝ちということで。5スロですか、じゃなくて。あ、20円ですよ。あ、20円で20円で2000円だけ勝つというね。木本店長の方は、いや僕、はい、今あったら毎日のように言ってます。お、そうなんですか。負けてます。負けてるなんか最近のお気に入りの機種とかなんかありますか。パチンコですね。でもパチンコがお好きなんですか、はい、あ、そうですか、はい、なんか機種で言うと、もうなんかあったら仮面ライダーばかり。ああ、 V3、 はい、強楽の仮面ライダー V3 が最近のお気に入りと、はい、ああそうですか。何がどの辺がお気に入りポイントなんですか。当たった時に、はい、なんかちょっとなんか出てきて、はい、でなんかニョキって出てくるんですよ。ニョキって出てくる、はい何がそんな役物ありましたっけ。ありました、ありました。え、仮面、あのベルトじゃなくて。いや、そうそう、ベルトで、はい、なんかあー、 V の字が、ね、V の字が、はいはいはい、V って出る、はい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 、あれがたまらないです。あれがたまらない、たまらない。いや、ちょっとマニアすぎてよくわからないんですけどあれですか、ただベルトが降りてくるだけじゃなくて、そこからニョキって生えてくるのがたまらない。いや、もうたまらないです、ね、あれですか、木本店長先端フェチかなんかですか。いや、違うなんか尖ったものに非常に興奮する先端フェチとかいるらしいですけどそういうわけではない。いや、そう、かろうじて違いますね。あ、かろうじて、はい、若干その毛があるってことじゃないですかあ、そうですか、はい、あ、これめっちゃ熱いんじゃない。じゃあこれさあ、これは星4つ3つ半だったな。 4.5、 はい、早く ART 見たいって言われてます。他の店のお金を奪ったのですねって言われてますけど、ね、まああれですよね、キコーナで打つのは一応キコーナの社員さん的にはあまりよろしくないというかできない感じですか。ん、もう一度ごめんなさい。キコーナのお店では、はい、ああ、おめでとうございます。ありがとうございます。打てないですよね、他のお店に行って打つって感じですね。そうですね。あ、なるほど、はい、他の店の金を奪ったんですねって言われてますけどね2000円でも負けてないだけいいなって言われてますけど、さあ、斉藤店長が先に100ポイントゲットとなっておりますおお、ありがとうございます。シューティングボーナスビッグゲット、おめでとうございます。ちょっと音でかいですか。でかいですか。そうですね、聞こえにくい、音ですね、聞こえづらい。ちょっと若干音を下げてもらってもいいですか。あります。ちょっと少々お待ちを。はい、すみません、少々お待ちくださいね。さあ、いきなりハンターズ柄を狙いが出てますけどね。あれ全然ダメですね。あれ、斉藤店長もしかしたら僕と同じで目押しできないタイプですか。いや、バッチリできますよ。本当ですか。はい、バッチリできます。大丈夫です。本当ですか。お、ランクアップ。すいませんね、ボリュームのね、ちょっと大きすぎるみたいなんでね、若干下げていただく感じで。はい、はい、ありがとうございます。はい、またでかいかな。またでかい。ちょっと待ってくださいね。ん、大丈夫ですか。大丈夫です、はい、大丈夫ですか。あ、まあでもそんなもんでいけますかね。斉藤店長、若干マイクを口に近づけていただく感じ。そうですね、そんな感じでお願いいたします。聞こえますか。はい、大丈夫ですよ。はい、ありがとうございます、はい、さあ、見事先にね、斉藤店長が100ポイントゲットということで、
幸先がいいスタートなんじゃないですか。そうですね、はい、1万ポイントですからね。そうですね、1万ポイント狙ってるわけですね、はい、月間1万ポイント差完全に狙ってますね。本気だこの男みたいな、ね、感じですね。いやもう、はい、音量変えてる間も僕必死ですからね、はい、もう必死もう少しでも多く回そうということでね、はい、必死にぶん回しておる久斉藤店長ですけども、もじゃ木本店長もね、はい、本気は本気ですよね、当たり前ですけども、はいはい、負けると頭髪をいじめられるわけですからね分かってますか、罰ゲーム。大丈夫です、はい、大丈夫ですか大丈夫です、まあね、ちょっとねあんまり多くない方にはね酷な罰ゲームっていうねいう話ですけど、さあナビ行きました、どうですかあっとめちゃくちゃしようなあっと横からまさかの人のリールを止める作戦、恐ろしい恐ろしい、真剣勝負ですからね、ゴトが炸裂しましたね今ね、はい、あ、今福店にリオを導入してほしかったなというふうに、ね、言われてますね。今福店はリオ入ってないのかな。さあ再び来ましたね。さあ転敗して3つ目、ああ来ない、残念。リオはなかなかあれですかね、全部のお店に入ってるっていう感じではないですかね。そうですね、うちにも入ってないですね、はい、あ、スイタ店も入ってない、入ってないですか、入ってないですね。神津島は入ってますね。お、リオ入ってる、はい、何台ですか。5台ですね。お、リオ5台入ってるということで、あ、じゃあね、ぜひ、あ、もうぜひ来てください。朝からお待ちしております気候の神津島店に行っていただくとパチンコリオ打っていただくことができるというふうになってますね。おっと、サイバーリオ、これは熱い、これは熱い。さあ邪魔はさせずに止めれるか。あー、お見事アンサーラッシュゲット、200ポイント。あ、再びリオ、おっとさらに、あー、これでも20ゲームなんでね、あ、ダメですか、これはカウントはしないですけども、いやー、ふさ斉藤店長見せますね、プロペシア頑張れって言われてますけどねいやー、お見事ハンターラッシュということで、素晴らしい、早速200ポイント差をつけて月間1万ポイントに向けて非常にいいスタートなんじゃないですか、これは。いはい、さあ、もじゃ木本店長大丈夫ですか、ちょっとへこんでますけど。いや、ちょっと、はい、あ、コイン使えますよね、どうぞどうぞ。おっと余裕のコイン上げコインプレゼント、余裕ぶっこいてますねあ、スイタの店長、百列大事に使ってやっていうふうに今コメントできましたけども、わかりました、はい、お、分かったということで、はいはい、神津島の方も大事に使ってます乗ってくる、乗ってくる感じですね、まあね、ぜひね、人気機種、大事な機種ですよね。そうですね、はい、大事に使っていただければなということでね、はい、はい、これ設定は一緒っていうふうに言われてるんですけど、設定に関してはあれ、どうなんでしたっけ。一緒です、一緒、はい、数字とかを言うのはまずい感じです。営業終了後なんですけど、別に、あ、そんな感じでね、あとはお察しくださいということで、はい、わかりました。ね、今の手芸でね、はい、何を売ってるかっていうのはね、空気でさせていただければなというふうに思いますけどもね。さあ、まあでもね、同じ設定ということなんですけども、早々にね、こんだけ差がつく感じでね、面白いなっていう気はしますけれども。すいません。はい。いや、まあ、まだね、ボーナス1回と AT1 回なんで全然逆転できますんでね、モーダー店長も頑張っていただければ。頑張ります、はい、なんでへこんでるんですか全然まだまだ2ポイント200ポイントしかついてないんで全然大丈夫ですよ。ちょっと はい、いつもプライベートを家に行ってるノリやなって思いました、はい、あ、なんかこの空気感知ってるみたいな感じですか。いやいや、そんなこと言わずにちゃんと配信用のね鬼引きを見せていただければ全然大丈夫です薄いところ、はい、引きませんよ薄いところは引かないでくださいね、はい、薄いところ好きですかお二人。いや、大嫌いですね。大嫌いですよね、はいはい、薄いところはやっぱりね、お二人とも大嫌いということでやっぱ多いところの方がいいですね。そうですよね、薄いなんて大嫌いですよね、はい、ということでね、はい、薄いところはやめておけとなってますのでね、はい、はい、ぜひ ね、はい、
薄くないところでね頑張って弾いていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、じゃあそのまま置いといてくださいって言われてますけどね、まあ、それができれば本当にね苦労しないんだけどね。そうですね、はい、まあね、その辺もねお察しくださいということでね、はい、よろしくお願いいたします。もじゃ応援してますって言われてますよ。おお、なんか常連さんですか。いや、いいですね、もじゃファンが来てるみたいですけども、はい、ファンとかいるんですか。気持ち悪い。何ですかそれ。なんか喋ってください。俺のイメージ、吹田店は萌え台あんまり入れてないよねってかって言われてますけど、どうなんですかね、萌え台、いわゆる萌え台みたいなのって何かあるんですか。まああんまり入ってないかもしれないですね。あ、なるほど。そういうのってやっぱあれなんですか、店長が機種選定とかって結構決めたりするわけなんですか。そう、そうなんですけど、はい、あえて外してるつもりもないですね。萌え台が嫌いで入れてないとかというわけではなく、むしろ好きですね。ああ、なるほど、むしろちょっと萌え台好きみたいな、はい、あ、まあ、やっぱあれですか、そのお客様の、もう店によってね結構お客様の思考が違ったりとかもあると思うんで、はい、うちのお客層に合うとか、まあ、出玉性能とかスペックとかコンテンツとかで総合的に、そうですね、選ぶという感じですか、はい、なるほど。個人的にはプライベートでも100、はい、百花繚乱っていう、あ、かなりの、はい、百花繚乱、はい、ではありましたね、はいはい、とかを好んで売ったりしますけどね。あ、そうなんですか、はい、あのあれですよね、ねえチューしようっていうやつですよね。そうです、そうです、はい、もうたまらんですね、あの絵がたまらないと。いやー、だいぶ萌え台好きなわけですね。いやー、でもその神でそれだったらもうやばいですね。その神、神とか直接的な表現やめてくださいね、一応入れてないんでね。あ、失礼しました、はい、はい、その神で、その神でってそんなね、ちょっと見てもらえますか。もうこんなね、お互いね、こんな髪になってますけどね、全然後頭部アピールしてますからね、全然ね、どっちもどっちみたいなね感じですけどね。ありがとうございます、はい、これは、はい、関係ないですね。あ、それハンターラッシュの超広角中ということで、ハイウェイモードですね、 AT 終了後に必ず入る、広角なんですけれども、ここで再びハンターラッシュゲットすることができれば引き戻しとなるゾーンになっております。でプラス100ですか。あ、そうですね、引き戻しは一応じゃあプラス100という形にさ、 100ポイントとね、いうことにさせていただきたい。人の台を勝手に回すのはやめてくださいね、本当にね。さあハイウェイモードですけれども、どうですかね。ここで何かねレア役が引ければというようなところなんですけども、さあ対決は一番弱いジェネラル、あ、敵の攻撃かわして継続だが、また敵の攻撃、あ、強攻撃をかわして膝、あ、これ終わりましたね。さあプッシュ、おー、ありがとうございます、100ポイントありがとうございます。劇がカットイン、あ、弦がカットイン、そんなバカな、おめでとうございます、100ポイントゲット、はい、300ポイントありがとうございます。いやー、いいですね、原画カットインもなかなかレアなんですけどね、お見事ということで300ポイントゲットとなっております。そんな、あと9700ポイント遠いですね。本気で1万狙ってきてますねこの人ね、本当ね、月間でね、月間で1万ポイント差ですからね、大丈夫ですか。さあ今日ホームグラウンド、ホームアンダーウェイ方式でねこの番組をお送りしていくんですけども、ホームの吹田店長もじゃきもと、今のところ通常状態が大好きなミスター通常状態ですけど、大丈夫ですか。ちょっとなんかもう、はい、勝てる気しないです。いや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 、一応ね、あ、どうぞどうぞ、あと人のコインをパクる。人の声をさせてもらえるから余裕ぶっこいてますね、余裕ぶっこいてますけど、あ、一応ねこのシティハンター、その疑似ボーナスと AT で、出玉を増やしていくゲーム性なんですけども、はい、疑似ボーナスの当選確率がかなり甘いと、比較的初当たりが軽いというのが、売りに、ね、なっている機種なんで、はいはい、まあね、ボーナスぐらいはねポコポコって入れていただけるのかなとかって思ってたんですけども、まあ、もじゃきもとのね引きの弱さがそれをはるかに超えるという壮絶な引き弱な可能性はありますね。
あ、でもいいんじゃないですか。さあジェネラルと対戦、さあかわして、あ、敵の攻撃ですが、あ、やられてしまった。復活はない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 、あ、ない公演ということで厳しい。神津島の方が頭も薄いって言われてますけどね一応俺は何も言ってないですよ、両方の頭を映すだけですからね。こんな感じですからね、はい、すごい頭の見せ方完璧に熟知してますね、もう秋元さんね完璧ですよ頭の見せ方。ありがとうございます、はい、すごいですね。ちょっとあまり見にくいもの見せない方が。ああ、なるほどね、はい、まあ、こんな感じになってますね。いや求めてらっしゃるかなと思います。ああ、なるほど、はい、まあ、お二人ともね、どちらも薄いところは大嫌いということでね、はい、はい、感じになってますんで。さあ300ポイント先制となりましたけれども、お、お、さあ疑似に黄色、お、あ、すいません、また当たっちゃいました。おーっと、これは継続ですか。赤字、さあバトル、これ当たってるでしょう。来てますか、赤まで来ましたね。ああ、星 2.5 でも 赤文字、そうですね、赤文字ですね、はい。お、量の攻撃、お、いいんじゃないですか。あ、立ち上がって、あ、でも3回目量攻撃、あ、おめでとうございます。さあもじゃきもと100ポイントゲット、追撃態勢。おめでとうございます。さあ、ふさ斎藤さんは継続をかけたバトルですかね。あ、さあ、復活、ありがとうございます、ありがとうございます、復活お見事、引き戻し3回目ということで、あ、木本店長化けですねまあ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 、まあ、化けでもね、ビッグでもね、100ポイントは100ポイントですから、はい、はい、大丈夫ですよ。出玉勝負じゃないんでね、今日ね、一応、はい、はい、さあ3人来ましたね、全員集合でファイナルチャンス突入となってますけども、お、1人来た、あと1人、あー、量が来ないと残念。これは、はい、まあ、ここで AT ハンターラッシュもう抽選はしてますね。あー、残念ですね、これは、はい、まあ、まだ広角っぽい感じですんで。そうですね、はい、もじゃさすがって言われてますけどねありがとうございます、はい、そんな卑怯なんですかもじゃ店長、はい、はい、もう喋る記録もなくなってるよね、はい、え、大丈夫ですか、聞こえてますか、草店長、ちょっと聞こえづらい、あ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 、聞こえない、聞こえない、あれ、ちょっとトラブルですか、ちょっと待ってくださいね、聞こえてない、これは今がチャンスですね。あ、 OK です、 OK です、はい、はい、若干ねちょっと、音声のトラブルが発生した模様ですけどもね、大丈夫ですかねもじゃがっかりって言われてますよもじゃさん、ちょっとお客さんにがっかりさせちゃってますけど、はい、もうちょっとお待ちくださいまあまだね時間ありますんで。そうですね、はい、お、なんか止まってて大丈夫、お、ちょっとなんか今日ユーストリームが調子悪いみたいですね、どうやらね、ニコ生の方は見えてますかね普通に。あら、はい、申し訳ございません、ユーストリームちょっと調子悪いみたいですね。
まあ、ニコ生の方が続いてるんでこのまま引き続きさせていただきたいと思います。ちょっとね、音がプツプツしてるとかなんか映像止まってるとかあれば教えてください。お願いいたします。はい、はい、さあ本日は新番組キコーナチャンネル土曜スイタ&神津島店 HG 対決、薄いところはやめておけということで、薄いところが大嫌いな、スイタのもじゃ木本店長と神津島のふさ斉藤店長がですね、スロット対決、テンポの意地とプライドと毛髪をかけて、ガチンコスロ対決行っているという、ね、状態ですけれども、はい、お両店の看板機種って何っていう風に言ってましたね。看板機種っていう言い方がねまたね微妙な感じではあるんですけども、キャドですね、はい、お店で一番台数の多い機種とかっていうのは何になるんですか。スロットでいうとジャグラーになりますね、はい、あジャグラー、ね、なるほど。 AT 機でいうと北斗とかになるんですね。やっぱり北斗ですね、先生とかですかね。まあそんな感じになりますよね、はい。まあね、今回新台ということでシティハンター打たせていただいておりますので、ね、はい、ぜひね、スイタ店5台導入と書いております。神津島はシティハンターは残念ながら1台なんですよ。あ1台、はい、まあ、1台入ってるということで、ぜひねシティハンターこの映像を見て面白そうだなと思った方はうちに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。さあ最終ゲーム数ですが、残念ながら継続はなし、3回目で、終了して再びハイウェイモードですね。ここでまた引き戻すことができればというところですけども、両店の看板娘はーってやります。お香りのカットインは熱い、お見事、おお200ポイントゲット。いやいいんじゃないですか、3対2ですよ。いやいや、あれ4ちゃいました、4でしたっけ、はい、あれですよ、ちょっと失礼して、400でしたっけ必死なんですか、本気やんどっちでもいいやん、本気やん。いやーダメっすね、1万ポイント譲れる。いや確かに、いやすごい、頭髪がかかると人間はこんなに本気になれるのかというね状態をね今お見せしているような状況ですけどね。さあ400ポイント対200ポイントという感じですね。はいはい、スイタの若い女性店員はツインテールにしがちって言われてますけど、これ常連さんなんですかね、何ですかね。若い店員さんであれですか、ツインテールにする店員さんがいるんですか。ああ残念、終了いやバケツインテールも、はい、いますよね。ああそうですか、はい、2人ぐらいいるんで、はい、ツインテールマジなら行ってみようって言われますけど、ツインテールマニアの方が反応してますけど、私もです。あもじゃてもともうツインテール大好きと、はい、ああそうなんだ、ツインテールいいですよね、はい、まあ、うちもちょっと やってもらいます何対抗してるんですかやってもらいますいるわけではないけど、それでお客さん来てもらえるんだったらツインテールさせると、はい、あなるほどね。いやでも結構ツインテール好きな男の人って多いんじゃないですか。そうですね、はい、分からないですけど私は間違いなく、あもじゃ秋元店長は間違いなくツインテールが大好き、はい、あそうですか、なんかロリコンですかああすいません、身も蓋もない聞き方しちゃダメですツインテールしてるような幼い、雰囲気が好きなんですか。そうですね、ああなるほどね、はい、まあ、ロリコンということでね。そうですねなるほどね、まあまあね、男は誰しも、おおサイバリョー、あー赤カットイン、これはいただきますね。いやー見事引き戻し500ポイント素晴らしい、勝てる気がしない。いやすごいですね、斉藤店長500ポイントゲットということで、うん、いやー残念、おなんか入った、おハイウェイモードですね、
AT 終了後必ず行くハイウェイモードなんですけど、あのバケの後は抽選に当選するとハイウェイモード入るという感じですね。はい、あこれ来てるんじゃないですか。お、ちょっと暑そうですね。チェリー来てるんじゃないですか。これ AT 引けるか、ハイウェイモード中でチェリー1回でどうですかね。子役、おー、トラガラ、 おっとあっさりぶっ飛ばしましたけど、今トラガラでしたね。月がおー、都会のシンデレラ星5つ、はい、これプレミアじゃない、プレミア少ないですか。いや、これいや、それ少ないですよね。入れようと思ったんですけど、はい、入れなかったんですよね。いや、入れなくてよかったですね。いやー、やばったよ、これは。セーフ、セーフ、セーフ、薄くないということね。はい、都会のシンデレラは薄くないということで、はい、薄いのは大嫌いですけど、セーフということで、セーフ、はい、危ない。いや、入れようかなと本当に思ったんですけどね。平和のホームページ見たらね、これもプレミアって書いてあったんで。いや、アウトでしょ。え、アウトで、いや、でも最初に言うてなかったらね。そうです、そうです、フェアじゃないですよね。そうですね、はい、はい、いや私と分かったら亮の顔からその笑顔は消えちゃう。どう見てもプレミアじゃないですか。まあ、星5つですからね。あれ、これ当たってるんですか。これ当たりですよ。あ、はい、でも2人は薄って言われてますけどね。そんなこと言わないで本当に。おめでとうございます。今これでモザキモ店長300ポイント目か。そうです、ですね、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。いや、よかったよかった。え、500ですか。はい、500です。はい、いや、いいんじゃないですか。追撃態勢来ましたね。はい、300対500といういい勝負になってますね。お待たせしました。はい、もうここからもう AT バンバン継続させていくという感じですかね。梅北は女性のみだよね。そうなんですよね。梅北店はスタッフさんがね、みんな女性でね、なんかコスプレとかしたりもしてね、なかなかね面白いんですけどね。はい、はい、よく打てるんやったら行ってますね。ああ、打てるんだったら行きたい、はい、あ、まあ面白いですよね、お店としてはね。はい、そうですね、はい、やっぱりあれですか、同じ法人さんの中で打つのはご法度なわけですか。ご法度ですか。行かれますね。ああ、やっぱね、間違いなく行かれます。ああ、それはそうですよね、はいはい。あれですか、なんか近所のお店とかにこう、いわゆるライバル店というか、他の法人さんのお店とかにこう視察っていう感じでうちに行かれたり、まあ、たまに全然ありますね。あ、なるほど。まあ、他のお店はどうなのかなみたいな感じで、はいはい、行かれたりとかするということでね。もしかしたら他のお店で店長、モザ店長とフサ店長に会えるかもしれないです。全然、はいはい、可能性もあるけど、はい、よくそこら中にいますので。よくそこら中にいる、はい、吹田界隈にいるというところで。この調子です。え、この調子でうす斉藤店長なんてぶちのめせって言われてました。いやうすじゃないからね。薄くないですから、ね、ふさ、はい、ふさ斉藤だから。うす斉藤じゃない。失礼ですね、はい、失礼ですよね、本当にね。全然薄くないですもんね。薄いの大嫌いなんですかね、斉藤店長はね。はい、イコーナの抽選で前の人がいい番号を引いた時の絶望感は異常って言われてますね。らしいですよ。何が絶望ですか。抽選で前の人がいい番号を引いた時の絶望感は異常って言われてます、ね。まあ、そうですね、はい、でもそれ他のどの法人さんでも抽選で前の人がいい番号を引いたら絶望的な感じになりますよね。イコーナだけの話じゃないけど、ね、大体そうなりますよ。出るんだったら梅北行きたいって言われてますけどね。ぜひね、梅北の方にも遊びに来ていただいて、ね、来週ちゃいわ、あさってか、月曜日。え、おっと、フリーズじゃない、フリーズじゃない、大丈夫フリーズじゃない、ショートフリーズ、ショートですね。リールロックですかね。さあ、連打です、連打。あー、チャンス。これ強水化でしょ、これ。そうですね、縦、あ、横一列は強水化ですね。
すごい。いやちょっと本当ニコ生は大丈夫なんですけど、ユーストの方が調子悪いみたいですね。どうしますかね。ユーストを見てる方ね、申し訳ないんですけど、もしよければニコ生の方でご覧いただければなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。お願いします。さあ海坊主ですが、カットインは青、どうしようか。あー残念。え、復活はないということで残念ですね。大丈夫ですか、マイク外れてますけど。すいません。はい、大丈夫ですか。はい、大丈夫です。はい、あっさり終わりました。そうですね、終了してしまいました、現在の得点は3、もじゃ木本店長、吹田店長のもじゃ木本店長が300ポイント、はい、神津島からやってきたアウェー、ふさ斉藤店長が500ポイントということで、はい、200ポイントリードという状態になっております。はい、どうですかシティハンターはこれまで。お二人とも初めてですか、完全にシティハンターを打ってみて、ね、ここまでのところ草斉藤店長、まあ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 、はいはい、結構面白いなとはまあ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 結構面白いということ で、 結構ですね。いや、どの辺が面白いとかこう言っていただけると助かる感じなんですけど、まあやっぱりシティハンター好きな世代なんで。ああなるほど、はい、その辺もやっぱり素直に入れますね、はい、ああなるほど、原作がねやっぱりね、ジャンプ読まれてたぐらいの世代ですね。あ、世代ですか。あ、ミッドナイトモード薄くないですか。いや、これは全然薄くないですけど、残念ながら、はい、お互いの薄いところを突つき合う放送みたいになってますけどね、はい、全然大丈夫ですよ。広角ですよね。そうですね、広角ですね。斉藤店長、ちなみに現在おいくつなんですか。聞いちゃいます、はい、それまずい感じですか聞くと。いや、ジャンプ世代っていう話だったんで。僕ですか、見事ハンターラッシュおめでとうございます。400ポイント目ゲット。耐えたもん。いやー、いいんじゃないですか。あと100ポイント差になりましたね。はい、来たな。ウス店長必死やなって言われて。必死っすよ。ウスってウスじゃないから、フサだから、はい、店長って他のグループの設定入れ替えの癖って分かりますかとか言われてますけど、そんなの分かったりするんですか。そうですね、はい、もじゃ秋元店長、何日か通い詰めなのは分からないじゃないですか、ね、あ、まあまあでもそうですよね、はい、まあでも橋台が好きな店長かどうかっていうのは見ますね。ああ、なるほど、よその法人さんでそこのお店の癖をね見抜いて打てたりとかねすれば面白いかもしれないですけど ね、 そうですね、はい、まあまあね、キコーナーにもね、遊びに来ていただいて、はい、ぜひね、駆け引きを楽しんでいただけるようなね感じになれば面白いかなという気がしますけどね。はい、さあ、見事もじゃ木本店長が400ポイント、はい、あと100ポイント差、あ、ということ、あと1回の大当たり ART の差ということで、はい、もう一瞬ですね。そうですね、はい、当たり出すと急に強気になるキャラなんで、ね、返してくれますかこれメダル返せとあげたのにね、どうぞどうぞとか言ってたのにやばいっすか、もう勝てる気がしなくなりました。おっと、何ですか急に当たらなくなった。引いても引いても当たんないですね。いやいや、でもまだ全然何ゲームもハマってないでしょ。そうですね、100回転ぐらいですね。強水か強地、はい、全部スルーしてますからね。あ、それはちょっと辛いですね。強水かスルーってなかなか、強地強水かスルーっていうのは結構厳しいですね。なんかね、そこでレア役が重なればというような感じかもしれないですけどね。ちょっとこんな質問してもいいのかいいの悪いのかわからないですけど、はい、この中も疑似ボーナスあるんですか。疑似ボーナスですよ。ええ、疑似ボーナスさっき当たってたじゃないですか。いや、 この AT 中も疑似ボーナス。ああ、 AT 中ですか。ああ、はい、AT 中もあります、疑似ボーナス。はい、よし、はい、まあ待っとってください。はい、
ボーナスと AT を絡めて出玉を増やしていくというね会議になっております。 HG 対決って何っていうふうに、ね、今質問されました。 HG 対決っていうのはですね、まあ好きに読んでいただいていいんですけども、一応ハイグレード対決ということで、お二人にですね、ハイグレードな対決をねしていただこうという、私の願望でですねタイトル付けさせていただきました。ありがとうございます、はい、ありがとうございます。まあ別にハイグレードと読まなくてもね、まあお好きなようにね読んでいただいて大丈夫ですよね、はい、HG 対決というふうになっております。ネーミングうまいっすね。え、そうですか、はい、ありがとうございますありがとうございますこれで引き戻したらいいんですね。そうですね、引き戻したら、はい、100ポイントゲットで同点となりますの で、 そうです、ね、はい、今赤でした、赤字赤色でした、 でしたね、はい、いやもう無理っすさあこれは白地ですが、あ、チャンス、これ来ましたね。本当ですか。さあ同点になるかというところですが、さあ月は通常ですね。さっきねドラ柄の月が出てましたけども、はい、あーとまたドラ柄、もう当たってるやろこれ、ドラ柄言ってたら出ましたね、虎柄の月、はい、あー都会のシンデレラ2回目の都会のシンデレラ、いやー危ない、これ入れとけばよかった本当ですよ。いやこれ2回も引くってことは薄くないってことですよ。でもいやでも結構ね、いや濃くないですよ。そう、結構薄いはずなんですよね多分。これ今店長、木本店長が結構な引きを見せてるっていうことなんじゃないですかね。あ、本当にですか、はい、珍しいですね、はい、薄いやろって言われてますよね。そりゃそうですよね、2回、もう、はい、2回ですよ。いやいや、はい、ジャッジしてもらった方がいいと思いますねさあ見事 AT 突入ということで、さらにいやこれで100ポイントゲットで同点ですね。500ポイント、はい、ということでおめでとうございます、おめでとうございます。さあ見事都会のシンデレラで重ねていくスタイルということでいや薄そうですけどね、あれ ね、薄そうですね、入れとけばよかったな。いやでも2回引いてますからね。そうですね、こんな短時間で、はい、薄くないです。もう1時間ぐらいでね2回なんでね、はい、かなりレアなパターンですけどねマイナス2000って言われてますけどね、入れといたらマイナス2000なんでね。いやそうでしょ、はい、月間1万も見えてくる感じですけどねいやー入れとけばよかったな。いや危ない、視聴者のご意見は大事にするべきだと思うんですけどね。おっと、引けないからって急に視聴者に頼り出す斉藤店長ですけどね、はい、ヒント、ハーで始まってゲーで終わる2文字の言葉かなってね、 HG 対決なんですかっていう人にね優しく答えていただいている方いらっしゃいますけどね。じゃあ違います、ハイグレードです、ね、ハイグレード対決になってますよね、はい、まあね、お互いにねハイグレードな戦いを見せていただけるんじゃないかなということでね、はい、こういう名前になってます。そうですね、はい、ご想像にお任せする、はいはい、桃原くんも出るのって言われてますよ。おー、桃原くんって誰ですか。よくご存知で、はい、看板男です。結構な水田店のスタッフさんで、はい、看板キャラがいるわけですか。はい、あ、そうですか、わかりました。次回はじゃあちょっと、はい、ちょっと覗くようにはしたい。あ、なるほど、はい、桃原さんっていう方にじゃあ次回はちょっとよくご存知で出ていただいて、はい、もうじゃあ木本店長の代わりにちょっと打っていただいたりとかする、しますか。全然いいですよ。あ、そうですか、はい、そんな有名な方なんですか。まあ、気候な歴はちょっと長いんじゃないですかね。ああ、なるほど、はい、3、4年はおるかもしれないですね。ああ、なるほど、はい、ハードゲイ対決って言われてますけど、ハードゲイなんですか桃原さんって。いや、ハードゲイではない、お互い、はい、まだ大丈夫です。 HG 対決ね、ハードゲイ対決って言われてますけどね、はい、ハードゲイはね、気候な鶴見店でね、見れますんでね、はい、そうですね、はい、ここは気候な吹田店と神津島店を週替わりで、移動しながら放送していくという形で、本日は気候な吹田店の方から、はい、お送りしております。はい、はい、あ、そっか、 HG だとハードゲイにもなるんですよね、よく考えたらね。ハードゲイっていう印象が僕も強いですね。あ、はい、あれですよね、芸人ですよね。そうですね、レーザーラモンか。はい、レーザーラモンのイメージがやっぱ HG だと強いんですね。はい、あ、そっかそっか、
お、近所のパチ屋だということで、どうもこんばんは、ご覧いただいてありがとうございます。ありがとうございます。キコーナースイタ店から生放送で、キコーナースイタ店の店長もじゃきもとと、はい、キコーナー神津島店店長ふさ斉藤が、はい、己の意地とプライドと毛髪をかけて、はい、ちょっとガチンコ対決を行っております。はい、はい、さあ今本当にいい勝負でね、両方とも500ポイントということで、ボーナス AT 当選1回ごとに100ポイントという形で、対戦行っております。お、あ、催眠術師星3つ、吹田店最近芸能人こんな規制って言われてますけど、なんか言われてますよ、それ芸能人が規制されてるってわけではないです、ね、あ、いや違いますね、はいはい、なんか店長の方針というか、いやいやいや、まあ、うん、ちょっと呼べてないですね。ああ、なるほど。希望はございますか。いや希望も何も、もだ木本店長がこうやって直々にね出て番組やってるんだから、それでいいんじゃないですか。キコーナチャンネル見てくださいよってことでね。そうですね、はい、お願いいたします。はい、おお、催眠術師、お見事、無理っす、見事600ポイント目ゲットということで、素晴らしい。いやー、ハイウェイで引き戻しますね結構、はい、おめでとうございます。ここまでサコサコ当たった、面白いですね。いやそうですね、はい、昨日はねハイウェイではねほとんど引き戻しなかったんですけどね。あ、そうなんですか。はい、え、その昨日も これですか。そうです、そうです、もちろん、はい、さすがモジャーって言われてますね。ありがとうございます。松浦さん今日仕事しやすそうですね。昨日と比べるようなことはねやめていただきたいなと思いますね。よろしくお願いしますね。昨日も全然そんなねあれですよ、仕事はしやすかったですよ。大丈夫ですかね。ちょっと本当ね今日ユーストリームが調子悪いみたいでね申し訳ないです。ユーストリームで見られてる方はもしよろしければねニコ生で、ご覧いただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。すいません、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。明日スイタ行きますって言ってますよ。お、ありがとうございます。明日私もいます、はい、お、もじゃ木本店長も明日お店にいらっしゃる。え、ずっとじゃないですか。あ、ずっとではないけど いらっしゃるということで、はい、はい、何時から何時からいらっしゃる感じですか。何時ぐらいから、何時ぐらいなんですかね、まあ、の各店ちょっとうろちょろしないといけないんで、はい、ああそうなんですか、はい、これはチャンス目ですか。あー、 V スイカはチャン目でしたっけ、まあ、全然ダメですよ。やっましたよこれ、やってもだか。あー、 あーショートですね、フリーズ。あ、チャンス目ですね、店長も同じ目ですね。おっと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 、さあチャンメで、おっと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 、100ゲーム上乗せ、これはセーフ、これはプラス、プラス、プラス、いやプラスにはならない、プラスにはならない。いやそろそろマイナス見たいって言われますね。さすがもじゃ、明日スイタ行きます。もじゃさんマッサージチェア直してやって言われますよ。いやいや、マッサージチェア壊れてるんですか。はい、いや業者に今連絡中です。ああそうなんですか、はい、いやもう少々お待ちくださいということでね、はい、まあ、ぜひねそういうご要望とかねありましたら、あのコメント欄でねどんどん言っていただければ、はい、直接ね店長に伝わるようになってますんでね、はい、はい、お願いいたします。店長ってホール出るんですかって言われてますけど、あちょこちょこ出てますよ。お、出てる。もじゃ店長もキモ、あ、ふさ店長も両方とも、はい、出てますね。お、じゃあ番組見ましたって感じで声かけても、あ、全然、あ、ぜひお願いします、はい、全然 OK ということでね。じゃあぜひお声掛けいただければ、はいはい、喜ぶんじゃないかなと思いますので、はいはい、これな全然発展しないですけどこれ大丈夫ですか。急になんか静かな感じになりましたね。、はい、大丈夫ですか。これフェアな勝負ですね、これもちろん。ちょっと待ってください、すいません。はい、こんな感じでお願いします。一応同じ性能で、本日はね対戦という形になっておりますけどもね、はい、はい、こっそり一押し台教えてくださいって言われてますけどね。いやだからねそれがねできればね本当ねやりたいぐらいなんですけどね。何を教えてこっそり一押し台を教えてくださいってね、そうですね言われてますけど、昔はね
なんかほら古き良き時代はね、そういうのが結構まかり通ってたことも昔確かにあったじゃないですか、店長ね。なんかね、もうちょっとオープンにしちゃいますよみたいなのがやできてた時代というか、やってた時代も確かにね昔はあったんですけどもね、まあ、今はそういうのがね一応ね、ダメですよっていうことになりましたんで、怒られちゃいます。はい、気候の年はね法令遵守ということで、そうですね、はい、ね、健全な営業を行っているということで、はいはい、もうご理解いただければなというふうに思いますんでね。まあね、あれが暑いこれが暑いとかっていうのはね、まあ、もちろん言えないんですけども、いろいろねたくさん面白い機種、あと寝台ね、入ってますんで、ぜひ遊びに来ていただければ、はいはい、いろいろあーこれ面白いなとかってね分かるんじゃないかなと思いますんで、どうですか木本店長、もじゃ木本店長、そんな感じで。全然聞いてませんでした。何もう必死にもうえだからあれが暑いこれが暑いとかっていうのは言えないんですけど、いろいろ寝台とか、いろんな機種がねたくさん入ってますんで、ぜひ遊びに来ていただければ、面白い台が見つかるんじゃないですかって思うんですけども、どうですかって聞いたんですけど、どうですか。その通りです。何それそういうことになってますんでね、はい、お願いしますね。っていうのを俺が言うんじゃなくて、もじゃ木本店長がこう言っていただくと、ああこの店長が言うほら言葉の重みが違うわけですよ。 MC が言うよりももじゃ店長が言う方が、わかります。お願いしますね、本当にね、はい、今日は1回目なんでね、俺が言いますけどね、はいはい、次そうそうそう、はい、次ね練習しといてくださいよ、ちゃんとね。わかりました、お願いしますね、本当に、はい、朝一行きます、そし待っててや、そして勝たしてって言われてますよ。朝一、はい、いやお店にね、すいたてに朝から行くから、はい、ぜひ勝たしてねっていうことらしいですけど、ね、頑張ってください。はい、ありがとうございます。はい、ぜひね、はい、遊びに来てください、明日ぜひ、はい、はい、こんなチャンネルがジャンバリいらんなって言われてます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ジャンバリいらんなっていうのはね、なかなかコメントしづらい感じですけどもね。はい、おー激熱、何ですかそれ。これセーフ、あー残念ながらセーフですね、これはセーフですね、はい、あー上乗せか、おー50、いやーすごい乗りましたね、これは終わらないですね、残り136。まあでも残念ながらね、乗れば乗るほどポイント加算するチャンスが減るんで、そうですね、はい、厳しい感じですけどもね。疑似ボーナス引かないといけないですね。あ、そうですね、ボーナスがあるんでボーナスが引ければって感じですね。そう、いやでもこれ引ける気がしないですね。そう、急に沈黙しましたね、ふさ斉藤店長の台の方が。あ、赤枠、おっとおっと、あれ、さあちょっともじゃ木本店長の方がね調子良くなってきたんで、ここはぜひね薄いところを引いていただくとかねすると番組的には盛り上がるんですけどもね。いや期待に応えますよ。いやーそうですね、任せてください。 ねできる男もじゃ木本は最後の見せ場にしっかりやります。狙ったフラグをね、はい、取りに行く男、はい、もじゃ木本はぜひね薄いところ引いていただけるんじゃないかなと思いますね。任せてください、はい、さあこのね間にふさ斉藤店長としてはねぜひボーナス重ねて追いつきたいところですけども、まあでもまだ100ポイント負けですからね、全然大丈夫ですよね、うん、いやそれがね、はい、こんなに張ってせんかったの、あ、すみません、雰囲気があんまり良くないと、発展が全然しなくなっちゃったから、ね、これなんか軽いっておっしゃってましたけど、はい、思ったあ、そろそろ300ゲームぐらいですか、なかなかのハマり感じですけどね。あ、もじゃ木本店長本当になんか楽しそうな感じが時間が続いている感じですかね今ね、はい、さあ一応ジェネラルの攻撃ですが、あー残念、あー残念、あメダル少なくなってますね。あーありがとうございます。あなんかこのメダルの分け合いメダルの渡し合いみたいな、敵に塩を送り合いみたいな感じになってますけど、節分に鬼の格好をして豆まくから出禁にせんといてやってありますけど、絶対出禁だろそんなことすると。それお待ちしております。 お待ちするんだ。一緒にやりましょう。懐広い、はい、さすがもじゃ木本器の大きい男は違いますね、はい、一緒にやりましょう。ぜひ鬼の格好して豆まくぐらいだと出禁にはならないということ。ならないです。わかりました、はい、じゃあねぜひねみんなで豆まくしていただければなと思いますんでね。松浦さん関東人って言われてますけど、あの俺関西人ですよ全然、はい、
もう10年以上ね大阪に住んでますのでね、もともとね地元は広島なんですけどね、はい、木本店長、尾崎元店長はどこの出身なんですか？淡路島です。お、淡路島、はいはい、兵庫県、いいところです。お、いいところ、玉ねぎの島です。あ、淡路島の、ね、はい、じゃあいいところを、はい、15文字ぐらいで、はい、表現してもらっていいですか？いいところの、はい、いいところ、淡路島どんなところがいいところですか？何もないところ何もない何もないですもん。ああ、そうなんですか。でも結構景色いいですよね。あ、まあ、自然はありますよね、はいはい、何もないですでも。ああ、そうなんですか、はい、へえ、まあ、あんまり批判したくないですけど。あ、はい、まあ、田舎だから自然が多くて景色が綺麗みたいな、ね、ね、感じかもしれないですかね。実家の前の道路、夜10時になったら車1台も通らないです、ね。ああ、そうですか、はい、へえ。街灯も50メートルに1本ぐらいしかないです。ああ、めちゃくちゃあれですね、はい、ピンポイントなわけですね。ダメですダメです玉ねぎ頭って言われてますよ、ね、ありがとうございます。言ってしまった頭って言われてますけどね。ああ、そうなんです。なんかあれですか、阪神大震災とか淡路島結構被害多かったって聞きますけど。そうですね、はい、上の方はちょっとひどかったと思います、はい、僕真ん中ら辺なんですよ、はい、だから全然家が半壊したぐらいです。ああ、それでも家半壊なんですね、はい、やっぱり。ああ、そうですか。まあそうなりますよね、うん。ふさ斉藤店長は出身はどこ？大阪っすね。大阪のどの辺とかありますか？あ、僕森口ですよ。お、森口、はい、お、森口店の近くですか？あ、もうめちゃめちゃ近くですね。ああ、そうですか。なるほど、大阪もうバリバリのじゃあ関西人ということで、はい、なるほど。まあね、じゃあボケとツッコミはもうお手の物っていうことですね。いや、それがねちょっとイマイチなんですよなんでですかなんですか、関西人大阪人なんでしょ？そうですね、はい、ぜひね、もうバンバンボケていただくっていうか、あれボケとツッコミだと斉藤店長的にはどっちなんですか？ツッコミになりたいんですけどね、はい、ちょっとなりきれてないですね。え、なりきれない？なりきれないです。あ、じゃあボケですか？あ、ボケ切れてないですね。ボケ切れてない、ちょっと中途半端ということで、はい、どちらにしても中途半端ということで、あ、ね、ぜひ頑張っていただいて、はい、まあ、そう言われるとね、こっちも中途半端な返ししかできなくなりますけどね。あ、すいません。あ、そうなんだみたいな生ぬるい返しになってしまいますけどね。もう入らへん、すいませんね、さざら入らへん。ウス店長ハマりすぎやなって言われてますね、ほんとね。ウス店長何ゲームハマって、あ、すいません、フサ店長、あ、間違いないでくださいよ。フサ店長何ゲームハマってるんですか？332っすね。いや、結構ハマってますね、300ゲーム以上。なかなか厳しい展開。最初ね、結構ボンボボーンとボーナス AT 続いたんですけども、うん、そうですね、なんか最初はなんかもう弱スイカで入ったかなこれみたいな、はい、感じでした ね、 ね。さあ、これボーナスいかないですね。ボーナスがいかない AT だけですかね、はい。まあ、AT ね、今150ぐらい乗せたんでしたっけ？全部でそうですね。ですよね、はい、はい、かなりね、上乗せも。あの100は何引いたんですか？強手かなんか引いてましたっけ？全然覚えてないです。全然覚えてないということでね。いや、今日チャンス目だったと思う。ああ、チャンス目か、はい、ああ、そっかそっかそっか、チャンス目でしたね。チャンス目もね、なんか種類があったはずなんでしょうね、 ABC みたいな感じで。すいません、ちょっと俺も今はっきり覚えてないんですけども、うん、なんか滑ってきてからのチャンス目でしたね。ああ、なるほど、はい、出目は筐体は乙女筐体かって言われてますけど、そうですね、戦国乙女と同じ筐体になってますね。あ、米サバ重い。あ、コメントサバが重いんですね。やっぱちょっと今日ニコ生もユーストも調子悪いのかな。ちょっとね、なんかトラブル起きてるみたいで申し訳ございません。申し訳ありません、はい、すいません。あ、スイカの V で100乗ってたって。そうですね、チャンス名ですね、 V スイカでしたね、はい、はい、で100ゲーム乗ったということで、はい、あれがもしかしたらチャンス名の中でもなかなか強いチャンス名なのかもしれないですね。そうですね、はい、僕それも引いたんですけどね、はい、あ、そうですよね、その直前にふさ斉藤店長も同じそうなんかそんなんですね、チャン名引いてましたけどね、はい、あ、見事にスルーということで、はい、いや、その辺はね、
何ですか、ちょっと濃いところ引いちゃいましたね。あ、濃いところ引いた薄くなかったということで、はい、あーね難しい問題ですよね。薄いのは嫌だけど、ね、ボーナスにならないというのね。そうですね、もうちょっと前の方がこう濃くなる。ああ、なるほど、前が ね後ろから来たり前から来たりね、あの丸くなったり V 字で行ったりとかね、いろいろありますけどね。ちょっと個人的には複数なんで、ちょっとこう、はい、やばいですね。同時抽選はやめてほしい感じですね。ああ、なるほど、あの複数の同時に来る V と O が一緒に来るようなのはちょっと勘弁ということでね。そうですね、なるほど、かなり危険ですね。そうですね、いや同時抽選やっぱ破壊力抜群ですからね。はい、毛根の破壊力が凄まじいですからね。まあ、せめてねちょっとずつね、純増 0.2 枚ぐらいでね、スピードでちょっとずつ進行してくれれば、ね、そうですね、まあ、増というか減というか、はい、あ、純減ですね、すみません、純減 0.2 枚ぐらいのね勢いで、はい、え、お、何ですか、フリーズ、あー、チェリーですね。お、追撃チャンス、何ですかこれ、上乗せどっかですね。えい、えい、さあ50、おめでとうございます。ありがとうございます。さあ、減ってた AT 回数が再び50で残り90ゲームということで、いや、いい展開ですね。そうですね、はい、ポイント稼ぎたいんですけどね。そうですね、はい、動かないですね、当たらないですね。スイタニシティハンター打ちに行けば勝てるのか、よし行くかということでね、いや、まあ、とりあえず、そうですね、とりあえず来てくださいということでね、はい、はい、なんかそういうのがね、本当にね、昔はね、結構えげつないことをやってるお店とかも、まあ、キコナかどうこうって話じゃないですけど、はい、ありましたよね、なんかね、サイコロを振って、その目の設定にしますとかね、そうですね、はい、ありました、なんでもありの時代とか、確かにあってね、結構すごいことやってるお店とかもあったんですけどね、まあ、今はね、そういうの全部ダメですよってことになりましたんで、はい、はい、まあね、言いたくても言えないということで、もどかしい感じなんですけども、ぜひね、お察しいただければなということで。はい、はい、さすがもじゃもじゃって言われてますね。ありがとうございます。おーってことで、はい、どの辺がもじゃもじゃなんかちょっと説明の方はしてる。願望願望願望だから。願望ですか。あ、なるほど、はい、理解しました。あ、 V で外すのは薄いって言われてますよ。財布さ、サイト店長結構薄かったみたいですね、やっぱり。いやいや、濃いですよ。大丈夫です。いや、だいぶ薄かったみたいですね。はい、プロペシアって言われてますけどね。あ、ありがとうございます。はい、いや、 やっぱ薄いですよね。だって100ゲーム乗るようなチャンス名でボーナス入らないってなかなかないですもんね。ボーナスが軽いっていうのがなんか信じれなくなりましたね、これ。いや、一応触れ込みとしてはね、ボーナス結構軽いっていうので遊びやすいですよみたいな、まあ、AT はね、そんなにめちゃくちゃ軽いってほどではないんですけども、もう400になりますからね。いや、そうですね、400ゲームですね。この時点で薄いんじゃないですか。いやいや、濃いですよ。ああ、そうですね、うん、軽いと言われるボーナスを400はめるのは結構薄いかもしれないですね。いや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 、はい、え、薄いとこ狙ってきてるんですか、配当店長。いや、あれですよ、やっぱ、はい、やっぱ断然濃い方が、断然濃い方が、濃いのがお好きということでね、はい、さあ、エンジェル欲しい 2.5。 いや、何も引いてないですからね、これ。ああ、厳しい。おなじみの演出。いや、一応サイバーが攻撃してますけどね。あー、敵の攻撃、弱攻撃が刺さって、おーっと復活。おー、なんでそんなんだよ、ダンバム。おー、見事、やばいや、撃破。これは追いついたことになるんですね、これは。600ポイントでおめでとうございます。どうもありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。いやいいですね、ようやく400ぐらい、ちょうど400ぐらいですかね。結構ハマりましたけども、見事ボーナスゲットということで、いや、来ました、はい、もうこれでいきますよ。ああ、ボーナスじゃない、 AT ですね、はい、そうですね、あ、 AT 直撃っぽいですね。ですね、500も引いてなかったんですけどね。AT 直撃って結構薄いって聞いたんですけど、ね、いやいや、濃いですよ。マイナス2000。いや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 、ウス店長、さっきチェリーミスってたからチェリー会場って言ってありまして。ああ、マジですか。小役こぼしたんですか。気づかなかったっす。しかも本人も含めて誰も周り誰も気づいてないっていう。小役こぼしたな。今打ってる台の設定はということで、
じゃあこれを見ていただきますか。今打ってる台はこんな感じになっておりますのでね、はい、これで、ご想像いただければなというふうに、ね、思います。2台ね同じ設定で試打させていただいておりますのでね、はいはい、何時までやんのってことなんですけど、一応ね2時まで放送させていただく予定になってますのでね、よろしくお願いします。お願いします。はい、お願いします。ゲットワイルドは聞けるのかなって言われてますね。ゲットワイルドボーナスの時に選ぶことができるんですけども、ぜひじゃあボーナス入ったらゲットワイルドを選んでいただいてね、聞かせていただければなと思います。名曲ですからね、ゲットワイルド。はい、はい、そうですね、青春ですね。そうですよね、ふさ斎藤店長的にはね、シティハンター大好きだったと言われる方が ね、もうたまんない感じなんじゃないですか。毎週見てましたもんね。いや、そうですよね。一応ね、上乗せ特化ゾーンというか超広角ゾーンで、ボーナスが10分の1の確率になる超広角ゾーンっていうのがあるんですよ。それがゲットワイルドっていうんですけども、はい、それ引いていただくとマイナス1000ポイントになってますんで、はいはい、気をつけていただいてね、はい、薄いのは引かないようにということでお願いいたします。当たらないな。あれも設定話は禁止だが当然あれに決まってるということでね、まあまあまあ、ご想像にお任せするんですけども、ね、ご想像通りの感じでなっておりますんでね、おー聞きたいねということでね、ゲットワイドね、ぜひね視聴者の方に聞いていただければなと思いますんで流してください。はい、さあ残り3ゲーム人のレバーを勝手にオンするのが流行ってるんですか。はい、おおー強チェリー、おープラス10、なんか熱そう、しかも熱そう、赤枠斉藤店長、熱そうですね、ちょっとね、これは来たかもしれない、そうですね、あなんか熱そう、バトル発展ですね、お星 2.5、 おなじみのジェネラルですけども、そうですね、そろそろマイナスいきましょうって言われてるんでね、ぜひねマイナス聞いていただければなと思いますけどね。一応ね、もう一回ちょっとおさらいしますかね。ゼロゲーム連ワンホールショットフリーズ、ボーナス超広角ゲットワイルド、ストーリーリーチ至上の愛、この3つを引くとマイナス1000ポイントとなってますんでね、急げ急げ。ゲットワイルドとかなんかちょっとね来そうな気がしますけどね、かなりまあ薄いのは薄いんですけども、はい、はい、ストーリーリーチ市場の愛とかよりはゲットワイルドの方が来るんじゃないかなと俺の中で思ってるんでね、ぜひねマイナス、おーボーナス、ありがとうございます。逆転、逆転ですかこれ、600ポイントから700ポイントですね、おめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。いやー、いい勝負で追いつき追い越され、また追いつきみたいな、あー化けですね、やばいやばい。さ あ再びモジャー店長が100ポイントを追いかけるという展開になりましたけども、いや本当にいい勝負ですねこれね。おーということでね、おなぜマイナスということで、なぜかって聞きたいんですか。なぜかというとですね、この2人はですね薄いのが大嫌いということでね、はい、で薄いところ、まあ、いわゆる確率がかなり、少ない演出を引くと、薄いところを引くとマイナス1000ポイントというねルールになってますんで、あー終了ということで通常ですねこれタッチは変わりましたよこれ。いやいいんじゃないですか、薄いのが大嫌いな2人でね、本日 HG 対決、薄いとこはやめておけということでお送りしております。あれ、あっとあったあったあった、波まで難しいな、波ミス目押しミスは、あ目押しミスじゃないわ、押し順ミスはなかなか恥ずかしい感じですね。あれでで余裕っすね。店長たちはハイエナ専門の人たち嫌いって聞かれてますけど、これはどうなんですか、ハイエナ専門の人っていうのがいるんですか。ああいますね。ああそうですか、うんうん、あれですか、もう後ろでこうずっと見ながら自分では打たずに、なんかこうチャンスっていうかいいなと思ったら台がこう出てくるまでじっくりじっくり粘って粘って、で人が立った瞬間座るみたいな、
感じですか、うん、あそうですね、あそうですか、そういう人たちは嫌いですかとかって言われてますけどね、まあ、マナーの方だけ守っていただけたらすごい、あまあまあそうですよね、はいはい、打ち方はね自由なんでね、あ逆にあれですね、僕がよう真似しないんで、はい、もうついつい打っちゃう方なんで、あなるほどね、逆にすごいと思いますね、あまあまあね、よく、まあ、プロの人とかでも打たずに帰ったりできればすごいとかって言いますよね、なんかね、うん、ついついやっぱりちょっと打ってしまうとか言いますけどね、まあね、ぜひね、マナーの方だけこう守っていただければ、はいはい、どんなお客さんでも大歓迎ということになってますんでね、はいはいはい、お店の一応ルールに従っていただければ全然大丈夫ということでね、お願いいたします。さあ、あ AT 中のボーナス引いて残り4ゲームですが、おーっと上乗せ30、チェリーですか今の、スイカですね、あスイカですか、あすいません。さあまた赤枠出てますけどどうですかね、いやここに来てまた房店長が非常にいい感じ、一転してモジャ店長が通常状態、さあまた何か来ましたね、さあこれチャンス目ですかね、ですかね、10ゲーム、なんか目押しミスってました、わかんない、チャンス目ですかね、かもしれないと思うんですけどね、あそうです、若干チェリー遅かったかもしれないですね、さあバトル、うわやばい、星3つ赤字、催眠術師しちゃったこれ、モジャ頑張ってって言われてますね、なんかモジャファンがいますね、ありがとうございます、はい、お客さんでしょうか、さあサイバリョウのカットインはジャックで弱いが、あー残念、よし気合入ったちっちゃ相手が負けると喜ぶ嫌な例ですけどね、あちょっと熱そうだよ、お、ギジ、いやもう赤字もう来てるじゃないですか、もう俺潜伏確率は 50%、 すごいセリフですね、そんなセリフあるんだ、あ対決来ましたね、赤いやつや、あジェネラル、安定のジェネラルですけどもお、さあかわして、さあ両方攻撃いいんじゃないですか、お、さあどっち、いやカットインは弱い、おお見事同点同点、いや非常にいい試合ですね、そうですね、でこれで AT 入れたら僕のプラスになるんですね、そうですね、今同点700ポイントずつですんで、ここで AT に入れれば逆転と、なるほど、再び逆転という形になりますんで、なるほど、いや僕これ AT 継続しますからねいや、 やっぱり、まあ、最近斉藤店長ちょっとハマってましたけど、基本的にはボーナスの確率、ね、あの初当たりという意味では割とポコポコ当たるというか、そうですね、はい、遊びやすい仕様と言っていいんじゃないでしょうかね、これこれなかなかナビが出ませんがこれどっちなんでしょうか、さあ、来ましたね、あミスト、目押しミスでバケーってことで頭で画面隠さないでまあ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 、バケでもね100ポイントですんで大丈夫でしょ、はい、700ポイントおっとということで、お強水かなんか、なんかいやそれもう確定みたいなもんじゃないですか、あ入った、いやなんか多分このミッハイウェイモードが中に、はい、は光りました、はい、あハイウェイモードが、あそっか、化けの後は絶対行くとは限らないんですよね、ハイウェイモード、あのいわゆる引き戻しゾーンなんですけど、いじゃあ引き戻しゾーンは確定ってことなんですかね、だね、はい、はい、AT の後はね必ず入るんですけども、さあ今店長入ってます、斉藤店長入ってますね、ハイウェイモード、追打点20スローだけなんですねって言われてますけども、はい、あそうなんですね、 20、はい、20だけは珍しいね、売り場面積の関係かなって言われてますけども、これは面積の関係っていうかなんかあれですか、まあ潔く20だけで行こうよみたいな感じなんですか、はい、あもう
店長の方針というか、そういうわけでもなく、あいやまあでも、はい、そうかもしれないです、ね、あそうなんですか、はい、あ20で行こうということ で20スローだけでねなってますんで、スロットの台数は全部で何台ですか？240台、はい、かなりね台数あるけども全て20スローということで、はい、はい、ぜひね20スロー好きな方は遊びに来ていただければなということで、おいきなり 30% あっ、スタサイト店長も入れました、なんかあーハンターラッシュおめでとうございます、引き戻しということで800ポイント目ゲット、800ポイント目ゲット、言えてないけど申し訳ない、はい、追いつくよ追いつくよ、おっとこれ今100ポイント差でしたっけ、これでトントンです、あそうですそうです、今ちょうどトントンですか、はい、ちょうど同じポイントですね、800、800同士ですね、めっちゃいい試合ですねこれ、はい、あボーナス来たんじゃこれは、いやちょっとお互いね引き始めるとかなりね調子に乗ってくるキャラクターだということがねだんだん判明してきましたけどね、先ほどもう引ける気がしませんみたいなねお互い弱気な、これあー V3 書きましたね神津島5スローなくしたもんねって言われますよ、そうなんですよ、あそうなんですか、5スロー20スローの方に力入れていこうと、はい、5スロー、あー5スローあったけどなくして全部20スローになったんですか、そうですね、あそれも珍しいですね、いやお互いに吹田店神津島店ともに20スローオンリーと、はい、いうことで潔い男気仕様という形になってますんでね、神津島スロットの台数は全部で何台ですか、240ですね、お同じ、はい、いやじゃあ本当にじゃあキコーナーの中でもライバル店かもしれないですね、じゃあ ね、 そうですね、同じ240台のスロット 20円だけということでね、ぜひ両店舗遊びに来ていただければなということで、はい、はいはい、お待ちしております、はい、どっちのお店に行けばいいんですか、最初に、いや神津島ですね、まあ、神津島に最初に行けばいいということで、あれいつでもいつでもお待ちしてる、いつでもお前、はい、余裕をこいてるわけですね、なるほどガツガツ来る福佐店長と余裕であるモジャ店長というねスタイルで、はい、本日はお送りしております、パチで技術介入しまくるのは別にいいのって言われてますけども、技術介入っていうのはどういうあれなんですかね、まあなんかハウスルールでなんか決まってたりとかするんですか、プロ的な打ち方はご遠慮くださいとかっていうのがあるお店もありますけども、そんなオチはないです、ね、あ特にない、はい、まあ、不正遊戯しないでもらったら、はい、あ不正遊戯でなければ特に問題ないということで、ちゅうちょっとお願いはさせてもらってますね、あなんか一応ハウスルールがあるということでね、はい、まあ、そのハウスルールを守っていただけるのであれば問題ないということで、はい、ぜひね、ルールを守って打っていただければぜひね大丈夫ですので遊びに来てください、キコーナーナンバーにもまた作ってって言われてますね、あ昔ね、あナンバーというかあれ元町大黒町のあたりですよね、昔ありましたよね、今駐車場になってますけどね、そうですね、はい、よく行ってました僕、よく行ってました、はい、あ俺も昔あそこ結構よく行ってましたよね、はい、さあハイウェイモードに移行ですね、さあパトカー5台、おっとおっと熱そう、おっとおっと後悔させてやろうですね、 V V のえ V になってないですよ、あのあでもなんか光ってますね、 V のなんかなってます、なってますね、 V のなんかなってますねうわもう無理やさあ2人ともハイウェイモードですがどうでしょうかね、和骨もっこりということでどうもこんばんは、俺もよく行ってたということでね、あナンバーのお店元町のお店ねよく行ってたという方いらっしゃいますね、やっぱりね、お俺は吹田店のバスを使ってるレア客やでーって、ありがとうございます、ありがとうございます本当にね、はい、バス使っていただいて来ているということで、シャトルバスはどこと何駅行ってるんでしたっけ、吹田駅、はい、上新庄駅、はい、あと淡路駅、はい、あ3駅回ってるんですね、はい、あまあじゃあもうどこからでも来れるというね、そうですよ、はい、全方位体制を敷いている貴重な吹田店となってますんでね、はいはい、ぜひねどっ
どっからでも遊びに来ていただければ、はい、あとハンターラッシュゲットということで逆転900ポイント。素晴らしい。対してふさ斉藤店長は残念ながら引き戻しできず通常ということで800ポイントのままとなっております。もう終わっちゃいましたねこれ。そうですね、どうですかね。信頼の価格帯などについて不満はありますかとありますけど、いや安くしてほしいです。あ、台やっぱりちょっとね高いとかっていう話はよくありますけどもね、安くなるもんだったら当然安い方がいいですね。そうですね、はい。あれこれ来るんじゃないですかこれもしかして。お、また来る。あ、また V 追加引いてますね。ああ無理だ。安定のジェネラルということで今日何回目のジェネラルか分からないですけどね。まあサイバー量の攻撃、あ2回連続、これはいけるのか。さあ3回目、あ3回連続、これはいただきですね。これ確定パターンなのかな、3回連続攻撃は。あ見事ボーナス獲得ということで、ありがとうございます。900ポイント同点。いやーすごいいい試合ですね。お互い打ち合う。フサコメント薄いぞって言われますね。やばいでしょ、薄いとこ大嫌いな斉藤店長、コメントが薄いって言われてますよ。頑張ります、はい、頑張ってくださいね。あちょっと55ヘブンってゲットワイルドにするんじゃなかったんですか。ちょっとあ忘れてました、ね、曲あすいません、はい、そうもう必死でした、すいません。もうそれぐらいをもうアップアップということでね。さあいきなり B ランク B からスタートということでハンターズ柄のチャン揃うチャンスですね。さあ来ましたナビ、あー残念、揃うと AT いただくというね形になってるんですけれども、誰もおらんから快適やわって、これバス水田のバスってあれですか、そんなに使ってる方はそんなに多くないんですかね。時間帯にもよるんじゃないですかね。あ時間帯によっては結構人少ないということで、あの満車というか、はい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 、そこまでにはならない、ね、ああなるほどね、はい、まあ、あのゆっくり座っていただけるという、ねはい、形になってますのでぜひ使っていただいて遊びに来ていただければなというふうに思います。はい、はい、あ俺神津島のバス乗ってた。あありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます。ぜひねバスに乗って、神津島のバスは何駅行くとかって分かりますか。江坂、園田、はい、庄内ですね、はい、江坂、園田、庄内駅の3駅回るということで ね、 そうですね、はい、ぜひご利用お願いします。はい、乗ってくださいね、乗ってこの神津島店遊びに来ていただければなと思いますのでね、よろしくお願いします。もじゃ店長、バスじゃあ朝の抽選間に合わんやんけって言われてますね。バス乗ったら朝の抽選間に合わないんですか。間に合う場所もあるんじゃないですかね。あ駅に、あ抽選がか難しいかもしれないです、ね、あそうなんですか、はい、あまあじゃあね、ぜひねご要望の一つとして、はい、要検討材料ということにさせていただきたいと思いますのでね、はいはい、まあ、そういうのも含めてどんどん言っていただければ、ね、検討させていただくことできますのでね、お願いいたします。さあ、はい、今フササイト店長はナビストップ5ということでベルナビの回数が5回増えたという感じですね。あさあ再び3ストックということで、まあ、これでボーナスの、ね、枚数がどんどん増えるというような形ですね。おおハンターランク A 海坊主まで来ました。これはこれ期待していいんですかね。そうですね、ハンターズ柄ぞろい期待できるっていう感じですかね。一応 A の上に S サイバー量の S っていうのがあって、その上にさらに EX っていうのがあるんですけどもね、まあ、そこまで来るとほぼ AT 確定って言っていいんじゃないですかね。さあ来ました、さあ転廃して、あー残念。喜んでますね、喜んでますね、もじゃ店長無言でニヤニヤ喜んでますけどね。これは今は、はい、今は僕がプラス100ですか。えプラマイゼロですか。そうです、そうです、プラマイゼロですね。おっと、はい、ちょうど急だ。おーハンターランク S、これは熱い。 AT いただきか、これは。おっといいですね。
おっと、もんじゃ木本店長、ハイウェイ直撃。あ、そんなんもあるんですね。はい、こんなパターンもあるんですね。さあ、ここで AT ゲットできればリードを再びできるという感じですけどもね。お互い今 AT をかけて非常にいい戦いをしているというような状況ですね。さあ、フササイト店長の方が若干有利ですかね。さあ、再びナビストック3ということで、ナビ回数ゲットでハンター図柄待ちという感じなのですね。はい、さあ、対決は催眠術師ですけども、おー来た、しかもサイバルをカットイン。おー、これはいただき、キュイーン言っちゃいました。キュイーンってきましたね。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、素晴らしい、ハンターラッシュゲット1000ポイント来週バリカンが必要でしたよね、確か。めっちゃいい勝負江坂からバスあるんだ、今度乗ってみようということで、ぜひ、ありがとうございます。ぜひね、乗ってください。いや、いい勝負ですね。1000ポイント対900ポイントということでね、お時間がですね、そろそろ迫ってまいりまして、あとシダ時間としては5分少々、もうちょっとか、10分ぐらいかなっていう形ですので、ラストスパートお互いね、頑張ってくださいよ、ね、はい。スイタのガロー客付き良くて通路狭いから広いところに移動を求むって言われてますね。あ、そんなにあれですか、スイタ店のガローファイナルはお客様にかなり支持を得られているというような状況で、ありがとうございます。ですか、はい。あ、そうなんだ、通路狭いよって言われてますけどね。すいませんということでじゃあそこもね、ぜひね、一度検討していただくということで、はい、はい。機種あれですか、その機種をどの辺に入れるとかっていうのは店長のセンスになるんですか。いや、まあ、そうなるかもしれないですね。あ、そうですか、まあ、一応好きにはできますね。あ、そうですか、はい。なんか理由っていうか、これはこのだからここに入れるみたいなセオリーみたいなのって何かあるんですか。特にそういうのもなく、はい、一応まあマックス機種とか。あ、なるほどなるほど、固めてるようにはしてるような感じですけど、スペックに応じてっていうような感じですね。そうですね。あ、なるほど。面白そうだなということでね、ありがとうございます。ぜひね、シティハンター面白いですよね。面白いですね、はい。ぜひ遊びに来ていただければなというふうにね、思います。ウス店長マイナスお願いと、もう完全にウス店長になってますけどね。ウス店長マイナス引けよって言われてますけどね。あとまあ5分10分弱ぐらいで、はい、いや、そのオチは嫌っすね、はい。いや、超広角ゲットワイルドあたりね、バーンと引いていただければね、盛り上がるんですけどもね。気候などこも狭いよなって言われてますね。あ、そうなんですかね。まあ、なんか昨日放送したサイトとかはね、かなりあの通路広々ででかいなって感じでしたけどもね。はい、まあ、やっぱりね、こう狭いには理由があったりするわけですけど、なんかね、こう狭く感じるにはね、はい、お客様のね、支持をかなり得られてるということでね。シティハンターの曲って結構かっこいいよねということで、はい、原作好きのフサ斉藤店長。あ、そうですね、はい。どうですか。いや、いいと思います、本当に。いい、なんか好きな曲とか。はい、まあ、絶対ゲットワールドですよね。あ、まあね、やっぱりそうでしょうね。あとは曲名が出てこないです。曲名が出てこないけど結構、まあ、なんか聞けば分かる曲たくさんありますよ ね、シティハンターの曲で。まあね、もう懐かしいなという、ね、感じかもしれないですけどね。原作としては何年前だ、もう20年前ぐらいになるのかな。もうちょっと前だね。あ、もっと前ですか。そっかですかね。え、ふさ斉藤店長が、ふさ斉藤店長今おいくつなんですか。あ、僕35っすね。あ、35、僕と同い年じゃないですか。あ、マジっすか。はい、あれ、じゃあボリュームが同じ世代。そっか、でもジャンプだったら、そっか、それぐらいですよね。ね、なんかね、なんかジャンプ黄金期の一つのコンテンツと言っていいんじゃないかなと思いますけどもね。
追加点はアマデジもっと古い機種とか入れてほしいなというふうに言われてますね。わかりました。お、早早速答ですね、はい、アマデジもっと古い機種、はい、ちょっと考え、いろいろは、はい、お、考えてるところではある、はい、ああそうですか、ちょうどはま、ちょうどはその考えてるはまところにちょうどハマるご意見ということで、じゃあね、ぜひご期待いただければなというふうに頑張ります。お、パチンコはあれですか、4円と1円があるんですか。ありますね。お、4円と1パチとあるということで、はい、台数は全部で何台ですか。どっちがですか。あ、パチンコは640台ということでね、はい、はい、まあ、かなり大きなお店になってますんで、パチンコもスロットもね、たくさんありますので、ぜひ遊びに来ていただければなというふうに思います。ポイントは薄さって言われてますけどね、まあそうですね、はい、どちらが薄いか、じゃないわ、どちらが薄いかっていうよりは、どちらが薄いのを回避できるかという、ね、感じになってますんでね。さあ、バトルに発展して安定のジェネラル登場ということで、さあ、サイバリョウの攻撃、おー、2回連続、ここで当てたら同点です ね、 同点ですね、はい、さあ、横のフサザイト天井も安定のジェネラルということで、ジェネラル大活躍ですね、今日 4回目です。おー、4回目、はい、それはレアパターン、あー、はい、お見事、おめでとうございます。同点、いやいや、まだこのチャンス残ってますからね、おめでとうございます。ただなかなか引かない。さあ、こっちのジェネラルは、おー、サイバリョウ、え、おー、赤、おー、おーゲンガが薄い、薄い、ゲンガカットイン、薄いよそれ、いやいや濃いっすよ濃厚ですよこれ。1100ポイントおめでとうございます。ありがとうございます、ありがとうございます。さあ、非常にいい試合、追いついた瞬間再び突き放すという非常にいい展開ですね。素晴らしい。モダ店長、 UFO ラッシュ外すの早いわ、愛用台だったのにって言われてますよ。 UFO ラッシュ外したんですか。奥村、1パチあります。あ、1パチにまだあるということでね、あ、じゃあぜひ UFO ラッシュお好みの方は1パチで遊んでいただければなということで、これ両方で1000台くらい、割と大きいねということで、両方で1000台っていうのは880台ですね。パチンコとスロット合わせて880台ということでね、はいはい、まあ、かなり大きなお店になっておりますね。神津島店は960ですね。お、960、はい、お、じゃあ台の規模でいうとちょっと、そうですね、スイタよりもかなり大きい、いや、ちょっと大きいということですね。そうですね、一コース分、なるほど、なってますんでね、まあ、両方ともかなり大きなお店と言えるんじゃないでしょうか。どっちの場合両方バリカン希望ってバリカンじゃないからね、今日の罰ゲーム。マイナスって言われてますよ、本当にマイナスね。もうあれですね、難しいとこです。お、なんだなんだ、ちょっと待ってくださいね。あれ、これ突き放しちゃうんじゃないですかね、これ。さあ、斉藤店長のカメラが死んじゃいましたね。お、ちょっと待ってくださいね、トラブル発生しましたね。申し訳ない、申し訳ないです。少々お待ちくださいね。はい、はい、ちょっと待ってくださいね、やばいやばい、どうしよう。さあ、本日はキコーナチャンネル新しく始まりました土曜日ということで、キコーナ吹田店と神津島店を2店舗週替わりで放送する形でね、お送りさせていただいております。ちょっとね、若干トラブっておりますけどもね、申し訳ございません、ご許しくださいね。大丈夫です、はい、さあ、残り時間がね、もうあまりないような状況ですけれども、さあ、斉藤店長と今どの100ポイント差、ボーナス1回分の差ということで、非常にいい試合になっております。これでいけるかな。はい、これでどうだ。
はい、復帰しましたね。申し訳ございません。若干トラブりましたけどね、復活いたしました。はいはい、はい、と言って、モザ店長の映像が若干途切れてる間に対決いってますけども、デッパバリカン持ってこいって言われて、あ、デッパバリカン持ってこいって言われてません、ね、デッパ主任ね。ありがとうございます。テスト放送の時に、ね、出ていただいたんですけど、ありがとうございます。モジャモジャ大丈夫って言われてますけど、ちょっともう厳しいです、はい、そうですね、残り時間がそろそろという感じなんですが、どうしますかね、あと1分ぐらいでじゃあ一応終了ということでよろしいですかね。はい、わかりました。はい、そのうち1週間毎日気候の放送かということでね、いやまあ今も月曜日から土曜日までね放送させていただいてるんで、まあいつ見ても気候のね放送してるような状況ですね。ぜひね、はい、遊びに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。あれ、これ引いちゃうんじゃないですか、これ。あ、安定のジェネラルが再び、おっと、サイバリョー、さあ2回目は、2回目はジェネラルのジャック攻撃かわして、これ何ですか。お、それは XY ゾーンは何でしたっけ。帯が赤は結構熱かったんじゃないかなと思いますけどね。さあ急いで回せば何か引けるかも。すみません、 XY ゾーンって何だったかな、ちょっと俺もよく覚えてないです。さあ残り時間がなくなってきましたが、どうしますかね。20秒、え、何ですか。20秒ください。20秒ください。ああ、わかりました。じゃあ、いや、僕にもチャンスありますよ、これ。おお、赤、ミッドナイトモード、ミッドナイトモード、効果が入りましたね。さあ、じゃあ、切りのいいとこで終了というような形にさせていただきますか。はい、はい、はい。じゃあ、このミッドナイトモードと、フサ店長のハイウェイが終わりで終了というような形にしたいと思いますが、ありがとうございます。はい、また引いちゃう感じですか、大丈夫ですか。ここでモジャ店長が引けば同点、フサ店長が引けば突き放すと 30%。 さあ解除はできない。もう一度来た、できない。あー、追加状態ということで試合終了。あ、一応ジェネ、安定のジェネラル見ますか最後まで。さあ、ああジェネラルの最後の攻撃、あ、残念、これは残念、はい、残念、はい、ということで、終了、お疲れ様でした。はい、じゃあ最初の位置にお願いいたします。はい、どうでしたか。じゃあ軽く感想をお伺いしていきますか。もじゃ木本店長の方から、はい、はい、どうでしたかシティハンター。まあ、あの最初からちょっと調子悪かったですけど、はい、まあ、途中も、まあ、確かに当たりは早いので、そうですね、楽しく打てたかなと思います。はい、あとは、まあ、あのちょっともうちょっと薄いところ引いてもらわないと。いや、そうですね、はい、薄いの2人ともね結構やっぱりうまく回避する感じでしたね。そうですね、薄いのは嫌いという。ちょっとシンデレラの方だけな、ね、得意かなかったですよね。いやー、シンデレラもね結構薄いんですけど、そのね、うまく本命の薄さは回避したかなという感じですかね。2回引いてますから ね、 ね、そうですよね、それ薄くないです。いや、微妙に薄いところをこう、うまいなって感じでしたけどね。ありがとうございます。さあ斉藤店長、はい、あ、楽しかったですね、はい、やっぱり勝利もできましたし、はい、はい、あ、そうですね、もう一応、はい、結果だけ発表しますか、じゃあ、はい、はい、あ、これじゃあ持っていただいて、こちら、はい、あ、すみません、書いていた、はい、本日と月間のところに同じ数字書いていただいてもよろしいですか。はい、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 ふさ斉藤店長が本日は1100ポイント、はい、ありがとうございます。もじゃ木本店長が本日1000ポイントということで、はい、はい、じゃあちょっとカメラに向かって見せていただいて、こんな感じになっております。はい、神津島店長、ふさ斉藤1100、
吹田店長もじゃきもとが1000ということで、本日は見事ふさ斉藤店長の勝利、おめでとうございます。いやー見事ね、敵陣に乗り込んできたふさ斉藤店長の勝利ということで、はい、ありがとうございます。いや HG なバトルだけあっていい勝負って言われてますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございますね。感じですけども、じゃあどうしますか、罰ゲームは次回のオープニングに、そうですね、ふさ斉藤店長が、はい、もじゃきもと店長の、はい、頭髪を蹂躙するということで、はい、そうですね、はい、頭髪蹂躙グッズがこちらの方にねちょっとありますので、はい、ちょっと見ていただいてよろしいですか。より負担の方のかけれるものをちょっと、はい、より頭髪に負担をかけるグッズをね、はい、狙ってそうですね、罰ゲームするということで、はい、ぜひ、はい、何しもハードスプレーとかね、ハードジェルとかありますし、あ、いいですね、はい、あとカチューシャとかね、地味にこう根元が引っ張られてね、あ、そうですね、なんかもうちょっと蒸れるようなもんもあれば、ね、なるほど、あ、じゃあ分かりました。じゃあ次回までにちょっとご用意して、はい、ありがとうございます、ね、分かりました。じゃあね、罰ゲーム次回放送来週土曜日のオープニングで罰ゲームさせていただきますんで、はい、はい、ぜひお楽しみにしていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、もうじゃあ負けちゃったって言われてますけどね、はい、ガムテープって言われますね。ガムテープそれはあかんでしょ。ガムテープはあかんやろ。それ抜けちゃったなりますけど、ダイレクトなんでね、ダメですけどね、はい、はい、いや、ちょっと真剣な悩みな、うん、はい、はい、真剣なね、はいはい、HG な悩みということになってますね、はい、ハイグレードな悩みになってますんでね、はい、はい、ぜひね頑張っていただければなということで、はい、お願いいたします。はい、はい、なんか吹田店告知とかなんかありますか。お店、いや、ちょっと、はい、来てください。何ですかそれ。寝台は、8日にオープンしたばかりなんですかね。そうですね、はい、はい、機種寝台は何が入ったのかとか。スロットはシティハンターだけになります、ね、シティハンター。パチンコは、はい、北斗の拳100列、はい、ぐらいですかね、ぐらいとかね、はい、はい、な感じのものがいろいろ入ってるということになってますので、はい、ぜひね、はい、まあ、P ワールドのページとかにのね、機種出てますので、ぜひ参考にしていただいて遊びに来ていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、神津島は、まあ、来週ね、神津島の方からあの放送させていただくことになってるんですけれども、はい、はい、寝台、あ、寝台の方ですね、はい、まあ、あの北斗百列20台、はいはい、あと、まあ、エヴァンゲリオンのアマデジとか、はい、あとリオの方も入ってますんで、あ、リオもね、はい、ぜひご来店お願いします。わ、はい、かりました。じゃあね、また来週は一応ね、この番組は土曜日はですね、こちら木古那吹田店と、ふさ店長のホーム、神津島店、豊中神津島店と週替わりで放送するような形になってますんで、大丈夫ですか、放送中ですよ。何やってですか。そこでペナルティーじゃないですか、これペナルティーですね、これ。何1100とか、あ、何、ごと行為はやめてくださいね。ごとは禁止ですよ、本当にね。すいません、ダメですよ。失礼しました、はい、ということでね、はい、なってますんで、ぜひまた来週は、ふさ斉藤店長のホームグラウンドである、神津島店の方からお送りして、もじゃ店長にはアウェーでね、そちらに乗り込んでいただくというような形になりますんで、はい、はいはい、ぜひ頑張って対決、ハイグレードな対決をしていただければなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。お願いします。はい、お願いします。奇襲はまだ来週は、そうですね、決まってない。ね、はい、あ、じゃあ先発、予告先発はねギリギリに発表するということでね。そうです、はい、はい、わかりました。じゃあまた来週になりましたら、機種ね、何かわからないですけども打っていただくことになりますんで、で月刊賞ね、あ、ちょっと最初月刊賞触れておきますか。今日はね100ポイント差になったんですけども、1ヶ月間で3000ポイント以上の差をつけて勝った方には高級育毛剤、はい、5000ポイント以上の差をつけて勝った方には2000本植毛券、はい、1万ポイント以上の大差をつけて勝った店長には最高級ヘッドスパ付き豪華海外旅行をプレゼントする、はい、ありがとうございます。モチベーション上げ上げ企画になってますんでね、はい、はい、ぜひね、今日100ポイント差、はい、そうですね、ですね、はい、まあ、どちらかがあの 薄いとこ引きまくると結構ねあるかもしれないんで、ありますね、はい、頑張っていただければなというふうに思いますのでね、はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい、それでは今週こんな感じでお送りさせていただきました、キコーナチャンネル土曜吹田&神津島店、HG 対決、薄いところはやめて OK、 こんな感じでお送りさせていただきました。また来週お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。さよなら。ありがとうございます。薄いとこ、薄いとこはダメだよ。あー。